10月21日金曜日今日の天気は晴れ日本放送飯田康二のオッケー康二アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です日本放送飯田康二のオッケー康二アップこの後8時まで生放送です えー、昨日は、ねあのー、いつも木曜日にお手伝いしています辛坊、えー、二郎さんの、ねえー「ズームそこまで言うか」が5時までの短縮放送になってましてそして5時からは「えー、ショアップナイタースペシャル」ということで。 プレードラフト会議の中継がありました、はいねえー、メールもいただいてるんですがこちらねあのお名前はないんですけれども「タイガース浅野翔吾君惜しかったですね」<ー>「外れレ置が中央大学森下翔太君オリックスバファローズの山本投手のように化けるといいですね」中央大学というと「ああ昨日コメンテーターだった野村先生のところですか <laughs> まあ野村さんはね、えー、野村翔也さんは陸上部の部長でいらっしゃいますが、はい、そうね、えー、神奈川とは非常にゆかりのある選手でもありまして東海大相模高校 そこから、えー、中央大学と。 といいうううことでもう3冠を目指すぞっていうようなね,ねえ、えー、タイガースに入るけど俺はライオンなんだというようなことも言っていたそうで会見ではねいや楽しみだなというかね、えーえー、打つ方がいろいろと課題も残るタイガースですからまあなんといってもねもうすでにマジック143が点灯しているようなもんですからね,れそうね来季に向けてっていうね <laughs>、えー、いやでもなんかああいう,こう若い人たちが外ストとやってるっていう姿は本当にすがすがしいなというね。 ねええー、それぞれ初、ね、々しい会見だったりとか胴、うん、上げだったりとかね、はい、ああいうの見るといいね。 でその後が清水ミシコの「ミッチャーインポッシブル」の、えー、スペシャルがあったんですけどまあその中でもね電車が止まったりなんかしてたんで曲の合間に、えー、日本音奏の若手っていうと内田有紀アナウンサーが出てきて「はいえー、おちゃんと仕事してんな」なんて思いながら、ね、<laughs> そりゃしてますよそりゃしてますよ、えー、そりゃそうなんだけどさ<う>えー、そうなんですよあのー、昨日はそうなんですあのー、みっちゃんのね、うんえー、特番があったんですがあれはあのー、みんな大体、えー、思った通りねああいう曲の合間にいろんな情報が入るってことはあ これは事前に録音なんだなということなんですけれどもえこちらも感想をいただいておりましてうぐいすもちさんえ昨日の放送は楽しませてもらいました土曜の午後に放送していた時からもう15年ぐらい経つんでしょうかあの軽くてそれでいてテンポのある番組え今はあの手の番組ないですからねとあ,ありがとうございます軽くてテンポがある番組にしてるのはですねえディレクターの腕の部分も非常にあってえあの例えばですけれどもあの昨日のねえ放送は「アニバ w e l o ー e ーアニバーサリー 大作戦今年はあの、ね、ユーミンの50周年だったりとかアキラさんの40周年だったりとかいろんな周年がとこう重なっているんで、はい、えそれをいろいろエピソードとともにご紹介しながらものまねも入れてっていう番組だったんですけれどもなんといってもですね今年はですね鉄道150周年の記念であったんですが、はい、それをですね話し出すともう誰に話してもみんなあの表情が曇ってですね <laughs> 始まったって <laughs> 始まったぞうぜーっていうね動機をされるんですが <laughs> もう その,ね、その部分を、えー、ディレクターの広川さんがですねバサ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 ッと切ってくれて<ー>俺,俺結構喋ったのになっていうのが結構じゃあ編集されてそう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  <laughs> そう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 昨日あたりにちょっとねあ,のあったんですけど「飯 <laughs> 田君ほとんどん切っといたからね」<laughs> マジっすかあんなに喋ったのに」っていう <laughs>、まあ、そのエッセンスの部分だけを聞いていただいたんで、えー、こうして軽くてテンポのある番組に。<laughs> <laughs> 仕上がっているということでございますがあのー、ラジコのねタイムフリーなどで、ね、まだまだ聞けますんで、えー、ぜひ、えー、お聞きいただければというふうに思います、えー、ケンタッキー翼さんトラック運転手川崎の方からもメールをいただきましていや昨日のみっちゃんなんとなくストレスの吐け口なんですかね、えー、MIP でね発散していたのかと思いましたと <laughs> そんなにキャラ違いましたかね、えーえー、個人的には飯田さんの岸田総理とみっちゃんの田中真彦さんのバトルを期待したんです けれども、またの機会で披露してください。あ,<ー>あ、ありがとうございますたい。期待ですね、それは。どうですか、<laughs> 総理。いや、まさにそういうところもしっかりと、えー、しっかりと、検討して、え、いきたいと、いうふうに思っておりますが。えー、いささか、今の、この情勢の中で、やるのも、不謹慎なのではないかと、いうふうに。思っているところで、あります。 <laughs> お見事ですね <laughs> ありがとうございますだんだんデフォルメすぎるといなくなるんだけどね,はね <laughs> えまた次回はいつになるのかあれですけれどもご期待いただければと思いますのでまずはね、はいえー、昨日の放送タイムフリーなので聞いていただければと思います、はいはい、それでは、はい、今日の意気込みを玉木宏さんお願いします聞かないと後悔しますよ無茶苦りすんじゃないよ <laughs> <laughs> ちょっとこのあとニュース読めないと <laughs>。待って待ってっお前自分で振っただろそう,ん <laughs> そう分かるんですけど <laughs> 結構思いのほか思いのほかつぼにはまった,はまりましたね今ね今その勢いのままこのあと8時まで生放送です。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこのケ、OK、イコジアップワリスターのあなたコメンテーター私ダシキョアナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ニュースを読む直前にモノマネをぶっこんでみたんですけど <laughs> いやさすがだねといや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 いうですねあの書き込みが結構たくさん来てますよ <laughs> 結構大変でしたよ自分落ち着かせるの <laughs> ずっとあの右手で握りこぶしをグぐってしながら笑ってはいけない。<laughs> <laughs> あるよね。ありますよね。詰め立ててみたりとかね。指にね。踏ん張って。踏ん張って読んでましたよ。<laughs> ダメだっつってね。そう。<laughs> 失礼し,やした。いやいや。お見事でした。<laughs> い,やいやいや。 とんでもありがとうございます <laughs> 何の話してんだろうね <laughs> さて、えー、今週の OK 工事アップはスペシャル企画です政治経済安全保障工事ダブルコメンテーターウィーク毎日コメンテーターお二方が、えー、協力タッグで生登場となります、えー、最終日今朝は全統合幕僚長自衛隊制服組トップ河、えー、野勝利さんと、えー、慶応義塾大学教授で国際政治学者細谷雄一さんこの後すぐのお登場です、えー、まずはイギリストラス首相辞任昨日の夜に速報が入って まいりました。えそれから六時五十分過ぎのニュース七時またぎ国家安全保障戦略の改定今年末までにということで議論が始まっております。えさらには北朝鮮のミサイル発射について、そしてアメリカが台湾との兵器の共同生産を検討というまあ日本を取り巻く安全保障環境について、えそしてウクライナ戦争いつ終わるのかという話、さらにスクープアップのゾーンでは中国共産党大会明日閉幕となります。新たな指導部も明日明らかになる。 ではないかと言われておりますこの時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます政治経済安全保障工事ダブルコメンテーターウィーク、えー、最終日今朝は全統合幕僚長川野勝利さんと慶応義塾大学教授で国際政治学者細谷雄一さんですお二方おはようございますおはようございます,よ,いますよろしくお願いいたします朝早くからありがとうございます お二人はもともと面識というかあま、まあ、ジャンルとしてはかなりそうですよね現場とそしてまあ理論ということはありますけども、はい、近いと細谷さんずっと安全保障とかですね、はい、非常にあのこう近現代史も非常にお詳しい、まあ、あのね大人者と思いますので,、はい、では私としても著作を本はたくさん,読,んで読ませさせていただいてますし私はもう本当に尊敬する、はい、あの安倍政権の本当に安全保障政策を 与え物を一番中心で支えておられた方であり、うん、また安倍総理を最も信頼されておられたアドバイザーの方でいらっしゃると思いますので、えー、そういった意味ではいつも安倍総理と一緒にいるところ遠くから私は眺めて,てうすそうですよね。もう官邸でももそそうだし何かこう災害などが起ここると、うん、そこにも 一緒に行かれてる、ねね。あの、安倍総理は必ず、はい、現地視察をされておられましたですね。うはい、そうですよね。私も、あの、北海道胆振東部地震の時に、ええ、あれ、あの、発災直後に入ったんですが。ええ、そしたら、あの、東爆町と、そ、ええ、こか行かれました。行、え、か、え、れましたよね。はいまあ、ですから、必ず行かれましたですね。うん。はい さあ今日もですね、まあ、そんな、ね、あの現場の話も含めてというところでお話をお聞きしたいんですがまずは、ね、イギリスのトランス首相の辞任昨日夜に速報が入ってきてあこれはもう差し替えて頭に持ってこなきゃなというところでありましたあの辞任を発表したということで、まあ、9月下旬に打ち出した大幅なこの減税策が金融市場を混乱させたというようなことが言われてますけれどもどうなんですか、細谷さんもともと基盤は弱かったんですかあの ま予想通りの部分と予想よりも早いという部分、両方ありまして、はい、ま予想通りというのは、まあ、そもそもトラスさんが考えているもう政策があまりにもこの予算、無理だったと、うん、あの大幅な前、まあ、つまりお金持ちの富裕層に対して大幅な減税をすると、はい、まあさらには低所得者層で、これからまあ生活費が苦しい人たちに政府が積極的に支援すると、うん、これ、ほとんど共産党体制のような、つまり政府が全部国民を助けますよという、うん。 方まあ方針ですよね。ところが。 ト寅さんは自分は保守主義者だということを言ってると。はい、保守主義というのはあくまでもこれマーガレットサッチャー首相の自助努力。うん、あくまでも自分たちの苦しいことは自分たちで努力をするというのは。まあ、自助努力が保守主義の精神の中核。という認識の人がイギリス多いですから。うん、そうすると、この二つがやっぱり矛盾してるわけですよね。はい、で、まあ、予算的に、つまり、これ大規模な財政出動しないといけない。そうすれば、当然ながら、これ市場の信頼を失いますから。うん、私はあの本格的に危機になるのは、十一月ぐらいから。まあ。 どん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 寒くなってですねイギリスで、はい、あの光熱費が上がってきたときにどれぐらい下支えできるかそのときに私は徐々に矛盾が出てくると思ったんですけども、うん、その前にもう首相あのそのそのつまり市,市場が信頼を失うということとあとは保守党内で完全にもうこれナイフに近いような形で責任を押し付け合うちょっとですね早く倒れる可能性あると思ったけども、はい、ちょっと倒れ方が。 ななんとなくダサい感じがしますよねこれちょっとねこのニュースこんなに早く終わっちゃうのってびっくりしましたよね。うん あの今では日本においては、ですね、はい、あの政権がたびたび変わるということがまあ問題されてましたけども、うん、まあイギリスはわれわれ長期政権で,もで安定的にいってたと思うんですけどね、うん、も、今回、44日ですかね、はい、1回月ちょっとですよね、はい、これはまあ極めて異例ですよね、うん、それとあのトラスさん、それまで外務大臣でしたよね、うん、でウクライナに対しても非常にあのこう強力に支援するという立場で、ロシアを非常に厳しく非難していて、アメリカと非常に歩調を合ってたんですよね、うん。まあそうういっったた外交面でではしっかりやられたと思うんです ただ、もともと労働党ですかそうですね彼女は両親が労働党員で、そして学生時代はリベラルな自由民主党の経歴見ると、やっぱりなんかこう、触れてるんですよね、最後は尊敬する人はサッチャーさんということになったりとかですね、なんかこう、ちょっと揺れた方だなとは思ってたんですけども。 これ安全保障の話でいくとそのウクライナに対しての支援という意味ではウクライナから、ね、あの兵隊者を受け入れて研修というか、うん、トレーニングもまあイギリスやったりとかかなり積極的でしたけど、うんうん、この辺って変わる可能性ありますかあの、まあ、次の首相がどなたか分かりませんけどあここはですね、はい、やっぱり今、アメリカと歩調を合わせてやってますので,でしかもわりとイギリスはあの情報面でもですねいろいろ世界に発信してますよね、うん、あウクライナの情報を、うん、まあそういった面では割合主導権を。 ってる国でもありますからそこは私は変わらないんじゃないかと思うんですよね、はい、この先というか、まあ、次の政権それこそなんかジョンソン首相がもう一回出てくるみたいな話もこの前のですね8月に、まあ、あの保守党の代表選があった時にあのトラスさんとリシ・スナックさんが戦って、はい最後2人戦ってたわけですけどもジョンソン、うん、元、まあ、前首相を含めるとですね誰が一番いいかって,って圧倒的にジョンソン。 つまり、前回の8月も、保守党の議員の間、はい、あるいは党員の間では、依然としてジョンソンが人気あった、で言ってみたら、これ、利子スナク元財務大臣が後ろから刺して倒したわけですね、内紛<ー>、まあまあ、で刺して倒した。はい、でこのつまりそもそもも あのジョンソンを引きずり下ろす必要がなかったんじゃないかって不満が強いんです、うそうすると今、一番可能性が高いのはリシ・スナックさんとジョンソンさん、はいうん、でリシ・スナックさんに対しては、まあ、そもそもあの要する裏切り者だと、なんでジョンソン、あの6月にあの保守党内での票投票でも辞任されたし、さらには2019年の12月の総選挙でも圧勝した、うん、なんでそのジョンソンを後ろから刺して倒すんだっていう不満が、あのジョンソン まあ、その支持派には強いんですよね、えー、一方で、えー、もうすでにやっぱり完全に信頼を失ったとで、まだそれで数か月しか経ってないのに、もう一回ジョンソンが出てくるのおかしいんじゃないかっていうのも、まあ、国民の間でも保守党の間でもある、えー、そうすると、どっちもです、ね、勝ってもです、ね、これかなりしこりが残る。 あの結果になると思いますねトランプさんが勝ったのはだからジョンソンを裏切らなかったっていうことですよねそこ、うんうん、が支持を集めたと聞いておりますんでね最後まで支えた中心であったという,、ね、<laughs> う,う逆に言うとほとんど自分の意見言わないってことなんですよね。<laughs> <ー>だから彼女は常に、はい、あの強いものを に従う,という傾向があってだからキャメロン政権の時は彼女は残留派だったわけです、うん、キャメロン首相と同じ判断をしてす。うん、常にだから彼女は上の強いリーダーの指示に従って今まで来たので自分が上に立ったことってほとんどないんですよね。 だから外務大臣としての方針も、基本的にはジョンソン政権の方針に従っているのであって、彼女はもしも労働党にいたら、労働党の党首に従ってたと思うんですね、そこがやっぱり実際、リーダーになったときに、あらゆる方向から叩かれるわけですから、それに耐える精神力が今回なかったというのは、逆にちょっと驚きですけどもねこれ、やっぱどっちかというと、じゃあ、その意味では投げ出したっていうような投げ出した感じですね。ただもう同時に保守党がやはり ここまでトラスさんがまとめる力がないってことに、ちょっと保守党員も驚いてる状況ですね、だからもう完全に信頼を失ったっていう感じだと思いますけど、ね、なるほど、それもあって、じゃあ、私立がそれこそ直前7%みたいなもう本当、前代未聞ですし、また、えー、あの先ほどもおっしゃられた44か5日というのは、これ、歴代最短ですから、はい、あの本当に不名誉な、彼女にとっては屈辱的な、まあ、おそらくは首相の辞任ということになると思いますね。う さあ、そして、まあ、あの、もう少し大きな、あ視点で、日英関係というか、その辺からも考えていきたいんですが。あの、菅野さん、これね、日英の間では、戦闘機の開発を一緒にやろうよという,う話だとか。ここのところ、まあ、あの政権はいろいろ変わるかもしれないですけど、えー、緊密になってきてますよね。えー、で、でも、あの、イーを離脱してからですね。まあ、グレートブリテンって。はい、あの、グローバルブリテンって言われてるんですよね。えー、で、それは、まあ、要するに、あの、ヨーロッパではなく、世界。 に目を向けようということだと思うんですけれども、うん、まあそういった意味でインド太平洋においてです、ね、非常にイギリスのプレゼンスが上がってきてるわけですよね。うん、であの去年は空母のクイーン・エリザベスを、はい、まあ日本に派遣するということで、でそういった意味では、あのこの,あの日 A の防衛協力、うん、今言われた戦闘機の共同開発もそうですけれども、はいで、イギリスがこうやっぱりアジアに関心を示してきてますので、非常にあの防衛協力、機会が今後増え,るます増えてきてるんですよね。でこの流れは 変わらないと思うんですよねしたやって、まあ、ちょっと後で話が出るかも分かりませんけども中国に対する脅威認識っていうのも、はい、まあ我々と共,共,有,共有しているところがありますので、えー、これはもうあの日英の防衛協力という観点はからは もう流れは変わらないと思いますけど、先ほどカ野さんそのイギリスは情報の面でも、はい、という話がありましたが、うん、そのあたり日本と協力できることっても多いですね。あのー、まあ情報の面でいきますとね、はい、ファイブアイズという強固なあれがあるわけです。はいえー、でこれはまああのいわゆる第二世界大戦の連合国の集まりであり、まあ英語圏なんですよね。えー、これ今、まあ、あの日本もどうかというこの話もあるわけなんですけども、はい、あのー。 入れるはもちろんいいんですけどね。で、やっぱ何しますかね。日本の場合ですと、例えばスパイ防射とかありませんよね。はい、それでそれにあのこういうイギリスのような、えー、国と匹敵するような情報組織というのが、うん、やっぱまだまだちょっとちょっとレベルが違うと思うんですよね。うん、まそこをやっぱ国内的なところのレベルアップを図らないと、うん、なかなかそういう あの枠組みには入れないですよね。だ、あのまあだからそういう方向に持っていくべきだとは思いますけども、まあ今のところはやっぱりイギリスの方が上ですからどちらかというとあのこう対等でという感じではないと思いますよね。まずはキャッチアップしていかないといけないそうですね。はい。と思います。古、は、瀬、い、さんいかがですか、日英の関係。そうですね。あのトラスさんってあの、はい、おっしゃる通り非常にあの親日であって、ただそれは何かそういう経験とは知識あるというよりは、はい、まあ、彼女 EU を叩いてロシアを叩いて中国を叩いて結構彼女人気出てきてるんですよね。で一方で彼女は国際貿易担当大臣の時にあの最初にあのまとめた大きな FTA がこの日本との FTA でこれが非常にやっぱりイギリス内で評価が上がったので、はい、彼女からするとやっぱり日英関係強化するってことでなんとなくあの。 うまくいってるとうそういった意味で彼女の中で日本,との、まあ、日本との交渉も非常にうまくいきましたし、日で茂木大臣が簡単とうまくいきましたし、はい、彼女の中ではやっぱり日本との関係強化するというのはいい、数少ない、いいメモリーなんですよね。だからそういった意味で、彼女が続いていれば、さらにあの日英関係強化されたと思いますが、さっきの話とあのつ、まあ、つ続きになると思うんですけど、やっぱり彼女がこれは引っ張ったというよりは、はい、下からボトムアップで、やっぱり外務省、防衛省、国防省を中心に今までこの日英の安保協力は できましたので、はい、この路線はもう私は続いていくと思いますけどもあの日英の,その防衛関係の強化という観点でいけば、ですね、はいえー、私はやっぱりメイ首相って女性の首相がおられましたよね、えーはい、ジョンソンさんの前、はいはい、あの方の時にですね私は大きく進んだと思いますよね、でやっぱりメイ首相はやっぱり日英、かつて日英同盟ありましたけれども、はい、そういったその言葉も出されてましたし、<ー>それからあの日本に、 あの来日された時、はい、あの海上自衛隊の護衛艦まで視察に行かれてるんですよね、あ<ー>まあこういうイギリス首相っておられなかったんですよ、うん、だからそういう意味ではあの、まあ、ジョンソン首相もまあそれを引き継がれましたけど、えー、起点、うん、その出発点でこうこういう,こう盛り上がる出発点を作ったのは、メイ首相かなと確かに、その前のキャメロン首相はもう中国にべったりという感じでしたもんね。っやぱり、はい ここが気になるプラススタジオ長官格司入ってまいりました。今日の一面ざっと見ますと、トラスか円安かという形で、えー、先ほどねあの穂谷さん河野さんにお話しいただきましたトラスイギリス首相辞任へというところ読売一面トップ大型減税めぐり混乱、それからあ産経もトラス A 首相辞任、えー、G、えー、減税策めぐり混乱招くという記事であります。で一方で円安について朝日新聞円安一時150円台。 政府のけん制聞かず毎日新聞円安一時150円突破年初から35円下落止まらず日本経済新聞円150円台32年ぶり円安でも輸出停滞輸入コストは膨張というようなね書きぶりでありますまあいずれもちょっと批判的というところですがまあ一方であの水際対策が緩和されたんでインバウンドまあ海外から来る人たちにとってはこれさん相当有利になりますもんね。相当有利ですよねま<ー>まあ、まあ,あの 日本の経済に貢献していただけるならもありがたいかなという感じですねうん、うん、あのー、この間そのちょっとイレギュラーな番組があって夜に番組があってで翌朝この放送があったんでこの近くのまああんまりこうタグがないホテルに泊まったんですけどそしたら朝方うん朝ごはんを食べに行ったら、えー だいたい4,50人座れる朝食会場だったんですが、えー、9割5分ぐらい外国人、白人の方々がいっぱいいてこんなにインバウンドって来てるんだっていうのをね、えー、実感した覚えがございますまあこの辺を期間としてやっていくのかどうなのかというえー、あたりでありますここが気になるプラスでしたここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの須田慎一郎さんと麗澤大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさんの登場です日本国憲法の改正をテーマに伺います 週末もぜひチェックしてくださいあなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK ジーアップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は 前統合幕僚長、川野和俊さんと慶応義塾大学教授で国際政治学者。細谷雄一さんがコメンテーターです。お二方、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ま,すえー、まず、株と為替の値動きをお伝えしておきます。二十日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は。前の日と比べて九十ドル二十二セント安い。三万飛び三百三十三ドル五十九セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は。六十五点六七ポイント下が。 っ一万飛び六百十四点八四でした。え一方円相場ですが一ドル百五十円十銭付近で取引されております。えー、ニューヨーク株式市場は長期金利の上昇を受けて続落という形になったようであります。えー、ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数も下げたということになりました。えー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。国家安全保障戦略の改定。 自民・公明両党は今週水曜日に実務者による協議の初会合を開き政府が年末までに改定する外交・防衛の基本方針国家安全保障戦略について意見を交わしました自民党は中国を安全保障上の重大な脅威であることを明確にすべきだとしていますが公明党は表現の見直しについて慎重な姿勢を示していて今後は中国の位置づけも焦点となる見通しです えーまあ、中国の位置づけ、もう目の前でってことを考えると、まあ、ここが本当にポイントになってくるというところなんですが、なかなかここの議論が <laughs> 聞こえてこなかったというところがありますが、菅、えー、野さん、現場でご覧になり続けていらっしゃいましたが、これどうお考えですか、あのー、やっぱり今回、国家安全保障戦略、まあ、改定ですよね、はい、でそれはやっぱり日本の今、置かれている安全保障関係、非常に厳しくなったという ことなんですね。だから従って解雇解雇はやくなったということで。でそのやっぱ最大のやっぱポイントになるのはやっぱ台湾海峡をめぐるですねやっぱ緊迫度が今増しているということなんですよね。まあそれをだですからあのどう捉えるかということでやはりここはあの 国の意思を内外に示すすわけですから、はい、あまな何書いてかよくわからないとかね <laughs> ええへへ読んでてこうオブラートを積んだというようなことではなくやっぱりそこは割合こう明確にですね中国の脅威をこう捉えるのでしたがって日本はこういう方向の防衛力を整備すべきだというようなまあまあ国民に分かりやすい。 あの国家安全保障戦略を打ち出していただきたいなと思いますよね私あの、2013年前回の9年前の時にに安倍政権で安保根と言われている<ー>安全保障と防衛力を考える懇談会の輸出がいいんで、はい、まさにその策定に、まあ、末席であの加わらせていただいたんですけれども、まあ、10, 10年前はですね、はい、あのアメリカオバマ政権で実は安倍政権の日本が国際社会の中である意味では最も長期強行。 という,ふうに見られてたんです、ねうん、あのアメリカは非常に中国と米中で協力する EU も非常にある意味では経済的に、まあ、中国依存が強まってましたからで今、10年経ってみると、はい、実はアメリカとヨーロッパと日本で一番日本が実は中国に対してソフトっていう印象なんですよね、うんで。これ国際社会がやっぱり中国の意識がガラッと変わった、まあ、インドでも大きく変わりました。うん、でここのののの日本の中でこの10年の変化 を強調している人と変化をあまり見ない人で、かなり中国の認識があの分裂していると思うんですね。で、おそらく今回、あの、先ほど、あの、かのさんおっしゃられてましたけど、この。分裂の結果として、政府の中で、どちらの方の、あの。 力学が強いかということによってかなり文書の性質が変わってくるんじゃないかなと思いますけどねうんそのこうね国際社会はよりこう強硬にというかなってきているあたりこれ、あのー、盛り込まないことには日本もキャッチアップできないような気もするんですけれどもやっぱり、なかなかそうはいかないというところですか。うんやっっっぱり中国は変わったっていうのは、うん あの現場にいらっしゃる、それこそあの賭博町、川の賭博、賭博町のような現場にいる方は。この毎年の変化を軍事力の具体的な船の数、飛行機の数がずっと見てらっしゃるわけですね。うん、ところが、そうではなくて、安全保障とか軍事になかなか触れる機会がないと。やっぱり10年前、20年前のイメージで中国を見てしまうと思うんです。うん、で、そこで、おそらく認識の大きな、やっぱり、あの帰りが生まれてしまっているんじゃないでしょうかね。うん、あの、九年前の、あの、交換増昇戦略では、はい、その中国に対して。 国際社会の懸念事項という表現を使ってたんですよね。で、やっぱりそこは今回は、あ,のあえてこの国家安全保障戦略を変えるわけですから、はい、ですから、ここの中国に対する表現とか認識が、 同じであれば、これ、あまり変えるという、あのなんていうか、モーメンタムが働くわけはないわけですよね、やっぱ変わったからあの、今度変えるということだと思いますので、やっぱそこはだから、その変化、9年前の国家安全保障戦略との変化を、やっぱ国民の皆さんに分かりやすく、明確に示して、従ってこうすべきなんですよという。 そういうやっぱ論理構成にすべきだと思うんですけどね。はい、その変化がわからないと、はい、あの国民何のためにとこになりますよね。うはい、あの直近ですがアメリカバイデン政権下で初めての国家安全保障戦略が発表になりました。うん、まあその中では中国に対してもかなり脅威認識は強まっているし強い表現ですよね。うんうん そういういことです,、ね、ですからあの、ここはだからあの今、やっぱ正面から捉えて、ですね、はい、日本はこういう、中国に対してこういう懸念を持っているので、まあ、それを脅威と表現するか、うん、まあどういう表現するかはです、ね、まあ、これからいろいろ議論されると思いますけども、したがって、ね、日本はあの今後、こういう防衛力を強化しなくちゃいけないんだということなんですよね。で、今、あの防衛力を強化するという議論の方が先行しちゃってるわけですけども、えー、まそれに合わせて今、安全保障戦略が動いてるんですけども、うん、まあ本来は、うん 保障戦略でこういう認うにしながらまあ あの防衛力をこう強化しなくちゃいけないんだとこういうあの組み立てになると思うんですけども、まあ、でもここはですね、まあ、いろんな政治日程とかそういうのもありますから、はい、まあそれはそ、まあ、あの今あの、防衛力強化の方針を打ち出してそしてそれこ安全保障戦略を作るということでもいいと思いますけども、うん、これがマッチングしてないとですね、はい、やっぱりおかしなことになっちゃいますよね、うん、だからそこはあの、まあ、政府の方でまでこれから議論を深められて与党の協議がありますよね。ええまあ、公明党さんのまあ考えも まあ,あるでしょうからそこはまあこれから議論を深めていかないんだと思いますけども、はいうんまあ、これね、ね、あのー、まさに何を装備するかそういうような議論が先行しているようなところとうん、うん、あと防衛費をどう増やすかみたいな議論ばかりが、うん、先行しているようなところがありますけれどもやっぱりこう大元の部分が変われば現場は意識も含めて変わるでしょうい。はいはい さあ国家安全保障戦略の改定という話指示をまたいでまいりました、まあ、あのこ,この議論でよく新聞など見出しに取られるのはかつて敵基地攻撃能力といった今はまあ反撃能力というね言われ方もするところですけれども反撃をするということは何か <laughs>、えー、日本に対して第一撃がこれ飛んでくるっていうことですよね。うんうん 本来は飛ばさせない努力させなきゃいけないっていう可能性わけですよね。あのこれあの今言われたようにこの議論の始まりは昭和三十一年だと思いますけど、鳩、はい、山一郎総理の<ー>あの、はい、答弁なんですよね。でそれは今まさに向こうがあの核弾頭付きのミサイルを撃とうとしているときに、ざして死を待つのが憲法の指し示すとかじゃないだろうと。したがって撃とうとしてる時のにそれを,を攻撃したとしても。 これはやっぱり自衛の範疇に入るという、れはもうあの政府の公式見解で出てるわけですただ、政策的にそれを今までは取らなかったとっいうことなんですよね。ですから、反撃能力という言葉をまを反撃能力か打撃力か攻撃力かといろいろ言い方あるんですが、この反撃力は今、確かあの自民党の安全保障調査会の方でこの言葉で統一されたと思うんですけど、それはやっぱりあの先制攻撃というその印象を与えないように、しかしながら、 反撃能力だからといってああの一発食らったあとだけしか。 ででできなないいいという意味ではない反撃力でない <laughs> ちょっと分かりにくいんですけど <laughs> だってそこはあのまさにうたんとしてる時もうこれはもう要するにもうまさにもう向こうが攻撃を仕掛けてきたという認識で,でそれでなおかつにこちらか先制攻撃ではありませんという、はい、やっぱりあのこうこう強調する言葉としてまあ反撃力ということでえ決してその反撃力だからといって一発受けた後に必ず一発受け,て受けないとやっちゃいけませんよということ ではないという。 ことですねこれは、はいまあ、定めて国内向けロジックというところになってくるとですねうんでも、先ほどの、ね、議論の中で、まあ、脅威認識として中国をどう見るかってところなんですがその具体的なところで、あのー、中距離の弾道ミサイルも含めてすべての日本の都市はもう射程に中国に対して入ってるところがこの反撃能力の話をしたりするときには必ず北朝鮮がどうのっていう話ばっかりでこれ、本丸の中国が話の中に乗ってこないような気がするんですけど細さん。<laughs> やっぱり政府としては中国との関係とロシアとの関係、まあ、ロシアは今、戦争してますからだいぶ。あの 基本的な姿勢変わりましたけれども、はい、をやはりあまり悪化させたくないという力学が非常に働いていると思うんですよね。で、一方で北朝鮮外交関係ないですから、はい、外交関係悪化させる心配なわけですよ。<ー>そういった意味で、ちょっとやや、あの、なていうんですかね、政府の中で基本的な方針というものが。あの、定まってない、あの、やっぱりいろんな、あの、部署で見方が違うと思うんですね。で、やっぱりこの反撃能力はですね、これもともとの根源として。はい、あの、日本が防衛の問題を考える時、どうしても警報。 法上の概念。 を考えちゃうんですよね、うん、つまり殴られない限りは相手を殴っちゃいけないと防衛措置をと、はい、取ることはできないとでその観念からするとあのつまりに相手が例えば日本は中国とロシアと北朝鮮という核保有国に囲まれているしかも3カ国とも日本との間で領土紛争や直接的な敵をしばしば示しているでその時にですね相手が核兵器を搭載した弾道ミサイルを日本に撃ってきたときに東京に着弾して東京で核 攻撃を受けて実際飛車が出ないとですね何もできない っていうのはおかしいんじゃないかというのは始まりなんですね、うん、例えばまあ北朝鮮でも中国でもいいですけどもあの明確に日本に核攻撃をするという意思を示してで核兵器を10発日本に対して向けて発射の準備をするその時に仮に日本がそれを止める手段があった時に止めていいかいけないってことなんです、うん、でまああのこれ法律上の概念としては着手した段階で本法律上はできるんですつまりはこれは専守防衛なんですね、うん、相手が攻撃的な意図を持ち着手した段階で 専守防衛の あの範囲に入ってるんですが、これをやっちゃいけないというのは、東京にまあ弾道ミサイルが着弾するまで何もするなと、でも着弾した時には、もう政府機能の失われて何もできないかもしれないわけですよ、だから相手が着手した段階で対応可能にしようという、今の議論は、専守防衛の中なんですよね、だからこれがなんとなく先制攻撃で、日本が専守防衛してるんじゃないかって議論が混ざってるのが、すごくそのなんとなく多分議論がいろいろとやや交錯してる。そこの2つ は分けて考えるべき問題でどこまで日本があの能力を持つかという問題があるんですけど法律上の概念としてはあくまでもこれはあの日本の憲法上の概念としては専守防衛の中に入っているので憲法違反ではないというのが一貫したこれあの基本的な政府の姿勢ですよねそれとですね、はい、あのこれって、まあ、あの日本にとってはもう何て言いますか。もう 極限的な状況なんですよね、向こうの核弾頭ミサイルが飛んでくるということは、日本の創立に関わる話なんですよ。でだから今はですねイージス艦とパトリオット3というこのミサイルの,、はい、の両構えで、まああ、弾道ミサイルの防衛システムで、うん、あの防ぐということですね、要するにあの待ち構えて撃ち落とすという、はい、ただ、うん、これにはやっぱり限界があるわけなんですよね。うんうん、したたがっっってこれれでで防ぎきなないケースもあるのでそうなった時はやっぱり なんとしてもこれ、ふさがないかんわけですよ、日本にとっては。はいうん、それてそのもう一つの手段として、この相手基地でもう抑えると、うん、いうこともや持っとかないと安心できませんねという。 ことが根本なんですよね。うん、殴りかかってこないと、止められないっていうじゃなくて。ええ、あの自分の体を屈強にすれば、ええ、あいつ殴りかかってこないだろうっていう、ええ、そういうことを本当はやらなきゃいけない,っていう、ええあ。それは抑止力ですね。もう、普通の国だったら、普通はそれもやってるってことですよね。ええええええ、それと、やっぱ抑止力のもう,こう究極にこう突き詰めるとですね。うん、やっぱり、その交易力なんですよ。なので、相手は。 あのな向こ,うこっちには全然飛んでこなくて向こうはただ単にこうやってこうあのサッカーのゴールキーパーのごとく、ねうん、やるだけだったら、はい、あまりやろうとする方には抑制かかんんないんですよね、ええ、そう,いうことですよねうですでやったら飛んでくるということだから抑制がかかおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。 時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは前統合幕僚長川野勝利さんと慶応義塾大学教授で国際政治学者細谷雄一さん取り上げるニュースはこちらです北朝鮮のミサイル発射をめぐってアメリカの国務副長官が日韓と来週協議へアメリカ国務省の高官によりますと アメリカのシャーマン国務副長官は来週24日から26日に東京で行われる日韓との会合で北朝鮮の最近のミサイル発射や中国・台湾を含む地域の安全保障の問題について話し合う予定だということです。 記者団に対し国務省高官は我々は北朝鮮が今年行った数々の弾道ミサイル発射や中国、ロシアのウクライナに対する理不尽かつ破壊的な戦争などさまざまな問題について話し合う予定だと指摘をしたということであります。 えー、北朝鮮のミサイル発射、特にこの日本列島を飛び越えてという形、J アラートも出たというのは2017年以来だと言われましたが、まさにその時に伊東郷幕僚長として現場にいらっしゃったのが川野勝人さんです。あの当時 と比べて今の緊張状態っていうのはどうご覧になりますか。あ2017年の時はですね、あれトランプ大統領の1年目だったんですよね。はい、まあトランプ大統領は非常にまあ激しく北朝鮮を非難し、で結構あの軍事的なアクションも取ったんですよね。はい、まあこれが北朝鮮、私はあの2018年に北朝鮮が話し合い路線を打ち出したのは、<え>私はやっぱりあの軍事的な。 そのプレッシャーが効いた結果かなと思うんですけどね、でそれは米朝会談につながったんですが、しかし、あの何のあれもなくということですよね。はい、かかで、終わってからですね、あの短距離のミサイルはやっぱり打ち出したんですよ、北朝鮮が。はい、で、しかしながら、まあ、トランプ大統領もですね、まあ、短距離には問題しないとこう言ったんですよね、うん、なので,まあやで、それがですね、非常にあのこう変則軌道とかね、それから列車から撃つとかいうことをやりだして、結局、バリエーションを。 増やしてたわけですよだから私としては非常にこれ、要警戒だなと、今まで直球しか投げなかったんだけど、うん、ブルペンで変化球の練習をしだしたんですよねでこれをやって,ってお、おそらく今度また再び飛距離伸ばすだろうなと思ってたんですけども、うん、今回またやったわけですよね。うん、であの あの5カ年計画というのを彼らは作ってるんですけど去年発表して、はい、まあそれで ICBM、それ潜水艦車ミサイル極超音速のようなものを取り揃えるという目標に向けて今、彼らは着々と向かっているということだと思いますので私はやっぱりあのここはあの気を緩めずにですね北朝鮮の動向を注視するまた段階になったと思います。はい、あの当時はそのアメリカ 空母大気群を三つ持ってきたという話、ね。い三つ。多分日本海に入れまして、<ー>で、その時、あの、日本との日米共同訓練もやったんですよね。はい、まあ、あれは、非常に大きなですね。あの、シグナルになったと思いますね。北朝鮮に対しては、ね。は今回は、その直前に、まあ、日米間でも、うんうん、演習をしたりなんかしていて。で、一旦、こう、外に出た空母大気群を。日本海に戻したて。戻しましたよね。で、あの、この米朝会談の後ですね。はい、あの、一転してですね。<laughs> あのまあ、トランプ大統領は、まあ、あの米韓演習は金がかかるから嫌いだとか言われて、<laughs> はい、それでもうやめたんですよね、えー、でそれで、ム、ま、ン、あ・ジェイン大統領も,もうそれに賛成だったので、こういうことになったんですけれども、えーあの、韓国も新政権ができて、ですね米韓演習を、これまでですから、まあ、そういう意味では、えー、っと5年ぶりに、ねはい、やったわけです、実動のやつを。それに対してですねあの北朝鮮がやはり激しく反発をしたというのが、まあ 今回の、まあ、中距離ミサイルの発射にもあのタイミング的には小田さん、これアメリカの姿勢として、まあ、そのトランプ政権からバイデン政権に変わってきているで今、ウクライナもある中でうん、うん、どこまでその意思というか東アジアに対して示せるものですかあの。やはり一番大きな私あの 我々は理由しなくちゃいけないことはバイデン大統領が何度かですねロシアのウクライナでの問題であの何としてでも第三次世界大戦は避けなくちゃいけないということと、はい、核戦争は何としても避けるべきだということを言っているつまりは核兵器を使う意思をロシアが示した瞬間に、まあ、あのバイデン大統領は後ろに引くような印象を見せた。はい、私今回の核実験、まあ に進むとしたらですねミサイル発射というのは明らかに北朝鮮がこれを聞いてつまりはバイデン政権が何としてでも核戦争を避けなくちゃいけない。 でこれはもしも北朝鮮が信用できる、うん、ICBM ・大陸間弾道ミサイル等々を保有して核兵器を持てばアメリカとの間で抑止が成立し、はい、アメリカはもはやこれ以降北朝鮮を攻めてこないというような彼らなりの計算をしていると思うんですね。ねですから、それがあの彼らからすると核兵器の数であの相手国を評価しているので、はい、まあそうすると、まあ、韓国、日本って格下なんですよね。つまり米朝で 核抑止を作って、はい、そして、ある意味では、自分たちの空間、自分たちが有利な立場を作る。これが今の北朝鮮の考え方だと思いますね。うん。これ、そうなってくると、その間にいる日本はどうするっていうのは、すごく難しい立場に立たされますか。うん、もちろんですよね。うん、あの、もう。今回のウクライナ戦争ですね。はい、ある意味、その核保有国で、あるロシアが。核、核を持っていないウクライナを核で。 脅したと脅<す>で今に脅し続けてるわけで、すよね、えー、でそういう意味であの核不拡散体制が想定していなかったことが今お、起きてるわけですよ。だからですから、そういう意味で、このウクライナ戦争は、北朝鮮の核保有についてある意味、正当性を与えちゃったとも言えるわけですよね。なので、私はまあ残念ながら、北朝鮮が核を廃棄するということは、ですね、はい、ちょっともう考えにくくなったなと思ってますので、ですから、もう日本はロシア、はい、 中国北朝鮮という核保有国なおかつ専制主義国家と言われている国々にもう取り囲まれたという前提で。うん やっぱり今後の防衛政策ね安全保障戦略は考えていかなくちゃいけないとそういう意味では非常に厳しい状況になったと私は思います、うんまあ、その核が、まあ、日本にも当然届く形のものが、まあ、その3か国にあると、うん、で日本はというと、まあ、アメリカの核の傘抑止力に頼っている部分があるけれどもそこの信頼がどうなんだっていう話これあのそれこそ、ねえー、かつてヨーロッパ ヨーロッパではもう核共有とかそういうような話にまで行きましたけど同じような環境にこれなってるんじゃないですか瀬さんあのやっぱりヨーロッパにいると時々です、ね、日本は世界一、はい、あの危険な地,地理であるということを時々言われまして、うん、そウクライナっていうのはロシアとしか接してないわけですね核保有国の脅威。ね、日本はロシア、中国、北朝鮮今おっっしゃったり3か国に囲まれてるわけです。よね,ねですから最も危険な 地政学的な位置にある日本が最も平和主義的な他国の楽観的な善意に危機するというこの矛盾が多分日本の安全保障問題の最大の弱点だと思うんですよね。でこれがなかなか変わらないとでやはりあの先ほどあのトのプクションもおっしゃられた通り今回のウクライナ戦争というのは明らかに核兵器の価値を高めたんですね。核兵器を持っていれば攻めてこない。 はい、でつまり北朝鮮が日本とかあの北朝韓国に何か手を出してもアメリカは入ってこないだろうなぜならばアメリカが入ってきたら核で報復できる。 アメリカ核戦争を嫌がってるから直海が出しやすくなるわけですねですから中国の台湾に対する圧力そして北朝鮮の日本や韓国に対する挑発はこれからどんどん私高まると思うんですねうんいやそ,その時にじゃあ日本が何をするかっていうところでこれ、ねその安倍えー、亡くなられた安倍元総理はそこであのヨーロッパがやってる核共有っていうオプションを日本だって検討すべきじゃないかと。 というのがまさにタブーのようになっていて、全然できなかった。え、で、あの、安倍総理、あの、隠しやりすべきだとは言ってないですよね。ただ。あ,<ー>あの、タブーなしで、その、この議論もすべきだという問題を提起されたわけですよ。はい、で、その時、ちょっと一時期こ、こう。 議論のが行こうとやったんで、のいいね、今またちょっと、静かしてるわけですよね、ええ、ただあの、やっぱりこれだけですね日本をめぐる核の環境が変わったわけですから、今後、核抑止について、今、アメリカの核の重ね、全面依存なんですよね、うんでで、本当にそれでいいのかという議論については、はい、やっぱりあの何も状況が変化しないんであれば、まあ、非核三原則、相馬続行でも、それは私は、まあ、それはそれなりに、うん、いいとは思うんですけど、これで変わったわけですから。はい だからやっぱり検討は絶対議論はしていただきたいなと思いますけどねやはり安倍あの元総理はあのどうも時代の先を議論することは、まあ、クワッドとかフォイップとかみんなそうですけども、はい、人々が認識する前にあのいろんな 問題提起をすることとは多かったと思うんで,すですからあの、ニュークリアシェアリングというのは、はい、あのヨーロッパのかなり特殊な歴史と条件の中で発展したものなので私は日本にはちょっと適用は難しいと思うんですが、うんまあ、ただ、当局長おっしゃられた通り日本で議論しろとつまり核兵器、まあ、ある意味では今回のウクライナの戦争ですけども核兵器の価値が不幸にして今非常に上がってる、はいるつまり核兵器を持てば自分たちは安全なんだという神話がむしろ広がっている核不拡散と逆の方向に流れている。 日本があの安全保障上の,あの条件が悪化することによって脆弱になっていく中でどうやって日本が守るかということ。それが じゃあ日本は核兵器を持つんですかもちろんそれは難しいわけですよね、うん、じゃあ、通常兵力でどうやってそういう脅威に立ち向かうんですか、たぶんそれを議論する時代になったということを問題提起したかったと思うんですけどもね、うん、そうすると、通常兵器で例えば弾道ミサイルを潜水艦から発射するようなものだとかっていうのも、ひょっとしたら持たないともう守れないかもねっていう時代になったかもしれないです、ねうんまあ、でから、それも含めて、ですねあの大いに議論していただきたいと思うんですよね。うんうん さあそして来週のコメンテーターの皆さんですが24日月曜日外交評論家で内閣官房参与三宅邦彦さん25日火曜日ジャーナリスト有本香里さん、えー、おけがから復帰の予定でありますえ26日水曜日数量政策学者高橋陽一さん27日木曜日東京大学公共政策大学院教授で政治学者の鈴木和人さん28日金曜日は評論家宮崎哲也さんです地上波日本放送はもちろんポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーなどでのチェックもお願いいたします えそして同じくポッドキャストで配信しているプログラム日本放送報道記者レポート2022のお知らせです日本放送の報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャスト毎週木曜日の午後に更新していますえ今週は99年前に起きた関東大震災の震災体験者である111歳の平井富士さんにラジオ局として初めて単独インタビューした音声を交えながら貴重な証言をレポートしますえちなみに富士さん、うん、いつも枕元に ラジオを置いていて毎朝この番組、うん、コージーも聞いてくださってるそうですそうなんですかそうなんです富士さん聞いてますかいやありがとうございますありがとうございますこれですごく貴重なショーいや本当です来年はこの関東大震災から100年になるんだねそうなんですよねぜひこちらもお聞きください、はい、ポッドキャストも地上波もぜひお楽しみください来週も井田コージーの蛍コージーアップをよろしくお願いします,しいします続いて教えてニュースキーワードです ウクライナ戦争はいつ終わるのかロシアによるウクライナへの侵略が行われてから今月24日で8ヶ月となりますウクライナ国防省のキリロ・ブダノフ情報総局長は戦争は来年の夏までに全て終わるだろうとの見通しをウクライナメディアへのインタビューで示しましたブダノフ氏はロシアが占領している南部ヘルソン州を念頭に今年末までに我々は大きな進展を遂げるすぐにわかるだろうと強調その上で クリミア半島を含む1991年の国境線まで到達することが何よりも重要だと語りましたまた戦争が終結した際には一部の地域がロシアから分離するだろうと指摘それはコーカサス地方から始まるとの考えを示しておりますロシアによるウクライナ侵略うもう間もなく8ヶ月になるんだというところですがこのところはウクライナの反転攻勢というものが伝えられていす おりますが、河野さんどうご覧になりますか。あのー、この戦争の、まあ、行方ですよね。はい、で、これ、あのー。 この戦争ってですねちょっと得意なところがプーチンの歴史観なんですから始まってるんですよね。だからプーチンにとってはウクライナというのが独立国であること自体がやっぱりおかしいということなんですよ、プーチンにとっては。これ、明確に言ってるんですけど、ウクライナが独立国になったのはソ連の手違いだって言ってるんですよね、ソ連崩壊の時の。ですから、それがまずあるんです、ですからかたくなに戦争というやつに特別軍事作戦って言ってるわけです、いまだに。ということはどういうことかと、彼の頭の中では、これは。 国内問題なんですよね。だから、ウクライナは外国とあして扱ってないわけですよ。だここがなかなか理解しづらいところなんですよね。で、それ、彼の最終点、戦争目的のウクライナの中立化、非軍事化なんですよ。はい。で、この看板はやっぱ絶対これだけの、なんていうであの覚悟とか、犠牲を払ってでも遂行した戦争ですから。うん、これを獲得しないことには、あの、解散が合わないわけですよ、ね、<ー>プーチンにとっては。はい。 ととなるとただ2州を取ったあるいは4州を取ってはいこれであの、まあ、一応あの形が整ったので、まあ、これでやめますなんていうことはプーチンからしたらそれはおそらくないはずなんですよその戦争目的からして4州取って釣り合わないわけですねこれこの戦争目的とは。ですからプーチンから旗を下ろすというのはよっぽどのことがないと。 でできないと思うんですよねでしかしながらウクライナがじゃああのロシアを屈服させるかとなるとこれはなかなかやっぱ難しいですよね、攻勢は限れても。うんはい、ですから私は見通す限りちょっと長期化は避けられないんじゃないかと思うんですけどね<ー>、はい、どちらかに大きな政変がない限りは。あなるほど,なるほど、はい 私もですね夏前にあのチェコとポーランドを訪問した時に、はい、やはり向こうの関係者の方々などとこの手の議論をするときに、はいまあ、今、あのカナさんおっしゃった通り、やっぱりロシアはとにかくしぶといと、あの非常に時間をかけて、これもナポレオン戦争の時も2度の世界大戦、特に第二次世界大戦もそうですけれども、はい、まあ初期の段階では非常に不利な状況でも長い時間で押し返す。 というのがロシアの伝統でもあったと思うんですよねですからとにかくやっぱりしつこくてしぶといと負けをなかなか受け入れない、まあ、そういった傾向があると思うんですが一方であのこの,あのウクライナのです、ね、国防省の情報総局長が言っているというところがこれ多分興味深いと思うんですつまりインテリジェンスですよね、はい、つまりインテリジェンスであの言語が、まあ、先ほどの話にも近い と思うんですけどもつまり言語や人種が似てるということはそれだけインテリジェンスは浸透しやすいということなのでおそらくロシアの中でですねもちろんロシアもカウンターインテリジェンスという形で膨張非常に強いと思うんですがおそらく今のロシアが思っている以上に脆弱になっていると思うんですねつまり国内の批判や不満や反発もっと言うと政府の中の分裂今まではそういうのを徹底的に抑え込み封じ込めてきたと思うんですけども特に部分論員をしてから世論の批判というのはかなり今活発化してますし、はい、政治の中でもやっぱりプーチンの今までの取り 組み方が間違いではないんじゃないかというような間違いじゃだったんじゃないかという不満がどんどん今広がってると思うんです。ですからインテリジェンスの総局長がこの来年の夏まで全て終わるだろうというのは特に崩れていく。うん、これはやっぱりあの大きな示唆だと思いますね。カノさん先ほどご指摘になったどちらかの政変、それはロシアのが近いかもしれないということかもしれないですね。うん、相当やっぱ出てきてますよね、うん、反対意見等ですね。はい。 え続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ中国共産党大会が明日閉幕新たな指導部が23日にも明らかに中国共産党大会は明日閉幕となりますが最高指導部を構成する7人の政治局常務委員の人事が焦点となります 習近平総書記国家主席は自身の3期命入りを果たすとともに常務委員に多数の側近を起用し権力基盤を安定させたい考えとみられております一方で習氏は27年からの4期目も視野に入れている模様で今回の党大会でポスト習となる後継候補は現れないという見方も強いようです新指導部閉幕翌日の23日にも明らかになります え初日にはあ習近平氏の演説がありました、まあその中で、ね、台湾について、まあ、武力による統一というのも視野にということが日本の国内のメディアでも一面トップ飾っていたりもしましたがうんその姿勢というものを菅野さん、どう見たらいいですかあの台湾の、まあ、武力併合ですねもうこれも放棄しない、はい、これはまあ以前からずっと言ってたんですけども、まあ今回の党大会のステートメントでは まあよりちょっと表現がが強くなったとっいうのの大方の評価でがってそこはまああの彼はあのそ,うまあそのスタンスは、うん 最低限変えていないし、やっぱりさらに強めたということだと思います、でやっぱり今あの、プーチン大統領が、ね、はい、今、こんな無理,無理押しの戦争やってるわけですね、でやっぱり彼、70歳なんですよねで、ロシアの平均寿命、男性平均分が今、68歳と聞いてますから、はい、からやっぱりこの年齢的なね、やっぱりその、<ー>やっぱり。 先を見通した時の、やっぱそれも私はあったんじゃないかと思うんですよ。で、習主席について、しあの総書記もですね。はい、今69、六十きゅう、まあ、私は七十なったんですね。なら、なられたんす。だから、ここの、さ、次の三期目がワンの時はも七十五なんですよね。ですから、そういった年齢的なことも考えると、はい、やっぱり大きな仕事をする。一つの、まあ、山場を迎えるということも言えるわけですよね。まあ、そこら辺は、<ー>そこもですね。やっぱり、年齢っていうのも、やっぱり、ちょっと、あの、あの、軽んじるべきじゃないなと。 私は思っておりますのと、自分の残された時間。<laughs> やっぱそれか、考えたもんですよね。だからそうなると、やっぱり、あの。野心というのも出てきますしね。だからそこはやっぱり、はい、あの、あまり軽く見ない方がいいんじゃないかなと思います。でも、う一つは。あの、李克強首相がね、あの、全人代の常務長なるかなと思ってたら、あの、どうも。 外れるような観測も出てますからうそうなりますと、まあ、その対抗軸として李克強首相がいたので、はい、まあもう完全にそれが外れるとなったら習近平体制がもう完全に側近で固められるという方向になるんだろうなと思いますけどねそれを、まあ、普通は独裁という,ふうな形になっていく <laughs> え習近平しちなみに今年69歳で来年70になるあそのぐらいの年であるで、ね、ということですよね。 星野さん、そのまあ年齢になってくるでそこでこう野心を見せたりとかっていうことになるとこれ、地域にとってはものすごい不安定多いんですよね。 そうですね。あの最後に香川さんがおっしゃっておられた李克強氏、リコノミクスという言葉、ええまあ、アベノミクスをじってありましたけれども、ええ、やっぱり李克強氏というのは、かなり中国の経済成長路線というものを、をある意味では、あるいは改革開放路線の継承というものが、性質として強かったと思うんですね、これがあの、まあ、ナショナリズムとか軍事強国化をある意味では重視するようなあの習近平主席とバランスを取っていた、でこれがまあ李克強氏が引退完全引退ということになって、えー そうしますと、ですねこの経済成長というのはますますあの相対化されて、うん、あの優先順位が下がって、むしろ、まあ 例えば軍事力の強国化であるとかあるいはあの統一ですよね、こういったもの、の、うん、ナショナリズムというのはもしかしたら優先されるかもしれないと、でまあ、経済成長重視ということは、これ、日本とかアメリカとの関係ってのは無視できないということにもなりますので、まあ、それがもしも強硬路線にこれからもしも人事がそうなっていくということになりますと、経済成長で成果が出ないと、他の問題で3期目に何かパフォーマンスを出さないといけないというのは、今まで2期で終わるという。うん システムをつ、まあ、ある意味では維持してきたのを壊したわけですから、はい、そうするとそれだけやっぱり特別な存在であるということは、何か成果を出さないといけない、ところが、まあ、コロナでも最後失,失速しましたし、経済成長も鈍化しますと、もうこれ、台湾のです、ね、統一以外にもないと思うんですよね、習近平主席が達成できるもの、はい、そうすると、やはりこの3期目が終わる前に、何らかの成果を出す、間違ってももしも台湾が独立に動けば、これはもう習近平政権が、 失敗ってことになりますからそれを避けるためだったら何でもするというような強い姿勢を持ってる可能性ありますよねでそこで、この間そのアメリカのブリンケン国務長官が確かスタンフォード大学でえ学生向けの演説をして質問に答えた時に、うん、そのかつては現状維持っていうものをまあアメリカも中国もそれ共通の理解として持っていてその間は、あ その現状が維持されると、どうん、とかこれをこう金繰り捨てたんじゃないかという指摘がありました。あのー、私もその新聞記事見まして、ブレンケン国務長官として一歩踏み込んだ、はいええ、非常に危機感を。ええ を持たたれてる発言だったんですよね、はい、でその前にあのデビットソンというです、ね、インド太平洋でこの地域の,あの米軍のもう指揮官が辞める前にです、去年ですよね、えー、6年以内、ということはもうあの去年の話ですから、はい、あと5年以内という,ということは、まああの、習近平、えー、総書記の3期目が終わるとこ,ところまで。はい この間がに台湾に対する脅威が明確化する可能性があると言われているんですよね。うんまあ、デビィッセさんはそう言われてるんですがブリンケンさんまで、うん、まあ今、そういうような危機感を持たれているということですから、まあ、アメリカとしては、まあ、大体、この,あの3期目あたりですよねいや3期目突入するのは間違いないと思いますから、はい、これは要注意だというのがやっぱりおつらくコンセンサス少なくとも政府内のコンセンサスそういうことじゃないかと思いますよね<ー>、えー、その流れの中で台湾と兵器の共同生産という話も出てきました。やっぱり もう具体的にに行動に出てきててきるってことですかそうですすかそうですねこのまま行くと止められないという危機感があると、これは明らかにやっぱり米中間のパワーバランス、軍事力のバランスがアメリカの中ではかなりの程度、中国に有利になっていると、アメリカにとって不利になっている、まあ、そのことがより一層中国にとって軍事力行使というオプションのハードルを下げていると、でこの危機感が今、ワシントンでものすごい強まっていると思うんですよね。ですからそれに対して さらに今回の人事で李克強氏が外れて習近平氏が4期目を目指すということになると何が何でも3期目に成果がなかったら4期目ないですからじゃあ3期目に何を成果にするかというときにやはりですねどうしてもあのかなりの強硬路線によって このつまり経済成長というオプションをある意味では捨てるようなものだと思うので、優先順位を下げることになると思うので、そうすると台湾に対しての強硬姿勢というのはやっぱりあ強まると見るのが、先ほどの,あのブリンケン国務長官もそうですけれども、あの適切だと思いますけれどもね、はい、も,しもしですね、はいあの、台湾を併合することで成功すればです、ね、ある意味、毛沢東を超えることになります、毛沢東の宿題を片付けることになるわけですね。と<ー>なるとあ、はいあの、もう4期目どころか永久総書記。 でなおかつあのあ毛沢東が使っていた称号である中国,中国共産党主席この称号も復活する可能性さえありますよね総書記ではなこれ、それに対してってねその、まあ、野心が台湾でとどまるのかどうなのか、うん、それこそ。 沖縄だってかつては琉球といって我々の領域だったんだってことをほのめかすようなことが出てきてきますよね日本にとっても直接的なものにあの、まあ、いきなり沖縄っていうことはないとは思うんですけども少なくともですね台湾のい 台湾省の一部が尖閣列島尖閣列島は台湾省の一部だというのが中国の理屈なんですよ。ッだからもうその時点で日本はこれはもう台湾問題は我がことのように考えなくちゃいけないということですが台湾有事は日本有事ということをよく言われますけども、はい、これをもってしてもそれは言えるんですよね。うんはい あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩二の OK コージーアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください 忙しい朝、そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください。